水塚の、ねはいまあ、呪いという古戦術っていっぱいあるじゃないですか、はい、まあね、やっぱりそう一等地だから、まあ、そこをね、はい、GHQ なんかもね、はいはいはい、ちょっとそこブルドーザーでもうね、うん、もう鳴らしちゃえとかって言ったらそのブルドーザーが横転してとかね、亡くなってしまう方が出たとか、うんうんうん、あとはなんかそれをね指示した、まあ、省庁が雷が落ちてこうね、はい、消失してしまったとか、はい、でそんな話がこう続くんで、まあ、都市伝説で、うん、あの近辺のオフィスはもう首塚の方にお尻を向けないようにデスクが配置されてるんだみたいな、これ本当らしいです。働いてる人に聞きました僕、まあ、失礼がない、はい、だって横にねあるそのね、うん、新しく建ったビルも、はい、そこまでしっかりこう丁重に丁重に、はい、失礼がないように、はい、未だにやられてるってことですよ、はい、でこの間リニューアルしたんですよね。そうなんです、あれ何年か前、3年とかそれぐらいだと思いますけど、あの時ちょっとねちょっとオカルト界みんなビビってたんですよ、はい、あれでも正門の首塚あれが今しっかりと決壊というか、はいはい、東京を守ってもらってるのに、あれちょっとこう一回、うん、ね、はい、リニューアルというか、まあ、綺麗にするってことで、はい、動かしちゃう、うん、大丈夫ってみんな懸念してたんですよ、はい、で動かした瞬間に地震が起きたんですよね。そうなんです、それが千葉とか茨城ですよね。正門がもともと担当してた知事として派遣されてたエリアなんですよね。で地震あったんですよね、はい、これがやっぱりあるのかなということでびっくりしましたけど、だから今お話あったようにその、まあ、僕も何度も行かせていただいてるんですけど、やっぱりその正門の首塚っていうのは最強パワースポットとも言われてるけども、はい、でも取り扱いもう激々注意みたいな、はい、だからそのお参りに行くだけどもちゃんとお線香を持ってしっかり手合わせて、うんうん、本当に失礼がないようにお願いをするとすごい力で叶えてくれるんだけども、うんうん、やっぱりそこでふざけてしまうとか、うん、お礼参り行かないとかっていう失礼なことがあるとすごい罰が当たるんだっていう場所と言われてますよね、うんうん、でまたこの北辰明神の話もなんでこの正門と北辰明神がつながってみたいなことを追っかけていったら、北辰明神って妙見菩薩って呼ばれてたり、はい、まあ、いろんな名前で日本に神社があったりお寺があったりするわけなんですけど、これ大元は中国の道教っていう、まあ、宗教の、まあ、神様で、これ仏教でいうと悟りを開くっていうのが最終目的だったりすると思うんですが、道教の最終目的って不老不死なんですよ。でもしですよ、正門が道教を極めて不老不死になってたんだとしたら、確かに首だけになっても喋ったんじゃないか。繋がった。不老不死だからこそあんなに一瞬で関東一円支配しちゃったんじゃないかとか。で、それがまずいから朝廷が軍隊を置くというのはもちろんなんですけど、はい、全国の寺院に呪いをしろっていう命令が流れしてるんですよね。で、そこで俺んとこの呪いが正門に聞いたよって言ってるお寺が今もあって、はい、成田山の新勝寺。え、そうなんですか。はい。あそこホームページにもちゃんと出てます。聞いたことある、はい、でこれガチで京都から空海が開眼をした、すごく歴史のある不動明王 の木造の、なんていうんだ、仏様を京都から海で運んで、房総半島に海で運んできて、そこの成田山に備えて呪いをかけたんですよ、うん、それぐらいガチで呪いかけてたということも今残ってて、だから不思議なのが、正門がただ単に戦で負けて武士がですよ、いつまでも恨むのかなっていうところがちょっとあってですね、うん、だからこれただ戦に負けたからっていうんじゃなくて、本当に実は宗教戦争的な側面もあっていたんじゃないかっていうのと、あともし徳川家康が正門を本当に守りたいんだったら、なんで首塚を拡張しなかったのか、なんで7個に正門の体をバラバラにして祀ってるのか、ここが今勉強中です。正門、はい、すごいっすね。そうなんですよ。いや、また北斗の拳の視聴性も入ってるんですね。はい、北斗の拳ちょっと脱線しますけど、はいはい、子供の頃僕らは、ね、同世代なんで、ええ、ちょうどリアルタイム見てたじゃないですか、はい、改めて大人になってみるとめちゃめちゃ深くないですか。そうなんですよ。そうなんですよね。深いんすよね、はい、でもびっくりしたのがトムキャットさんがね、はい、エンディングの方の歌覚えてます？エンディング、ラブソングっていう歌で、はい、夜の帳の中、はいはい、まだ眠れないみたいな、はい、歌改めて聞いたらもうなんか号泣しちゃった。リンがねちょっとこう足を組んでこう、ねはいはい、すごくなんか物思いにふけてるっていうところで、流れるんですけど、はい、まあ、ラブソングなんで、まあ、愛の歌なんですよ、はい、で子供の、まあ、歌じゃないですか、はい、サビの部分が、はい、
I don't like love って来るんですよ。お私は愛なんか嫌い、はい、I don't like love って来る。あと、はい、歌詞何か覚えてます？いやどうだっけな。I don't like love の後、私は愛なんか嫌いの後、Because I love you って言うんですよ。うお私は愛を超えた愛か。なぜならあなたのことが好きだからでも。やばいですね。これ子供に対してこの歌詞何みたいな。そんなの僕らサブリミナルで刷り込まれて大人になっちゃったわけですね。でもなんかその歌詞大人になって改めて見たときに、はいはい、もうなんかもう I don't like love because I love you。 うわそうなんですね。見返します。はい、パチンコの北斗の拳、はいはい、で、はいはい、あのサウザーの演出、はい、来ないです絶対。え来ない、うん、一見来そうなサウザーの演出、はいはい、すんごいなんかサウザー正定ですし、はい、強いし、なんかものすごい派手なんで、はいはい、もう来ないですあの演出。来ないですか、はい、あやっぱ押し様って弱いんですか。お父様が最後抱かれてサウザーに来たことないんだよなっていう。そうなんです、はい、もう僕の中でサウザー来ないですね。いや僕やらないですよ。やらないですよね。あじゃあ1個だけ豆チッチッとしまして、はいあのはい、パチンコの時になんか下にピョーンって出てくる時あるんですよ、はい、チャンスってなんか文字とか出てくる時あるんですよ、はいはい、あのチャンスはチャンスじゃないですから。何なんですか。これだけ覚えてください。あのチャンスはチャンスが来てもう一回入れたくなっちゃう感じ。あんなのもうすげえ出ますから。あ出るんですか。あのチャンスで一喜一憂しないでください。なるほど。これだけ覚えておいていただければパチンコ大丈夫です。なるほど、はい、気持ちは山の不動でどっしり構えて。いや僕はやっぱ雲の十座なんですよね。ああまあまあかっこいいですよね、はい、人気ありますよね。人気ありますね。そう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 、はい、シューがね、まあ、ケンシロウの未来のためにね自分のねこう目を視界を奪うんですけど、そこまでする必要あったって思うんですよね。あのね道場の一練習で。そう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 、わかりました。ヒステリックにもちょっと感じるぐらい最後ここまでしちゃう、はい、って思ってね、はい、なりましたね。最後見えるようになるってね。そうあそこ泣けますよね。あれ泣けた、はい、いや北斗の拳は僕だいぶ長いですよ。どうしたっすここから北斗の拳編で。いやマジでなんかすごいですね。ダメです。初めてこの番組で罰出されました。何でもいいよ、何話してもいいよっていうコンセプトの番組なんですけどね、はいはい、すいません本当に歴史好きなんですよ、はい、もうだってやっぱり当たり前のように僕ら教科書でね習ってそうだと思ってたけど違うって話とかもいっぱいあるし、うんはい、あと本当に教科書載ってるのってね、本当にこう上っ面のそうです、ね、権力者の歴史だけで、はい、その下にあるこう庶民の暮らしとかってあんまり知る機会ないけど、うんうん、実はここが面白いじゃないですか、うんうん、そうなんですよ。だから僕で言うとやっぱ歴史を最初にこう面白い本当面白いなと思ったのはどっちかというとその信長とかいやそのメインストリームじゃなくてあの地元の歴史、はあ、あの神社何なんだろうとか、はあ、ここの地名なんでこんな名前なんだろうとか地名も面白いですね。地名面白いですよね、はい、で、まあ、僕ん家の方で言うと大国玉神社っていう、はい東京都府中市にある、武蔵の国の一宮です、ね、有名ですよね、はい、有名で、はい、ここはあの暗闇祭りっていうのを毎年やってるんですよ。暗闇祭り、はい、で、まあ、今はあの名前と形式だけになってるんですけど、もともとは、まあ、おみこしを担いでご神体を出すときに光に当てると、不浄だということで真っ暗にして、そのご神体を納めるっていうところまでの、まあ、1時間ぐらいのかな、本当に真っ暗にするんですね。でこの真っ暗の間何してたかっていうとこれブレーコーでやっちゃうんですね。出た。もう村の若者たちが、はい、男女たちがでこれが村のどころじゃなくてえお姫様でも何でも身分関係なしだったらしいです。だからあの子供ができない人とかはそこに行ってで暗闇の間は明るくなったら何もなかったことになるんでそこで誰かと何かがあってもしかも真っ暗なんで相手も誰だか分かんないんですね。でそういうお祭り多分大国玉神社だけじゃないと思うんですけど。いや聞いたことあります。お祭りって実は、はいまあ、そういうくんずほぐれつみたいな、はいはい、ことがそうなんですよっていう場になってたって、はい、それはやっぱりその子孫を残すっていうための知恵としても、はいうん、そうなんです。だから例えばその村人があのまあ、当時ホテルなんてないわけですから、はい、村の山の中歩いてどっからどこまで行こうっていう時にトントントンって言って今夜泊めてくださいって言って普通の民家にあの泊まるわけですよね、うん、お坊さんとかが。そうするとどうぞどうぞって言って、まあ、ご飯とかお風呂の準備をするわけなんですけど、夜はあの娘がお世話しますんでって言ってあっあんって言ってバサッと閉めるわけですね。そうするとその娘さんあのお風呂の支度も全部するんですけど夜一緒に寝てやるわけです。
でこれなんでやるかっていうと、この村って本当にあのコミュニティが今よりも全然小さい規模であったわけで、うん、まあ、隣近所何年も一緒に住んでると、うん、もう全部親戚みたいな形になるわけで、そうするとその血が濃くなるとやっぱり良くないってことはもう皆さんご存知で、うん、知恵として、はい、なので外の血を入れるってことが一番大事で、でそういうよくわからないどこの誰だか知らないお坊さんとそういう夜を過ごして妊娠をしたら、これはこの家の子だということで、このコミュニティ全部で子育てをするっていうことを知ってたみたいなことが、大国魂神社の暗闇祭りからなんていう低層概念と思いながら、他はどうなんだろうって調べると、妊娠するっていうこと、子孫繁栄、家を残すっていうことが最優先だったので、そういう道徳ってあんまなかったんだなみたいなことを知ってですね、そういうのって学校で習わないですし、どうやってこの日本っていう土地にどうやって人々が生きてこう今日に至るかっていうのは、実はそういう地元の神社の歴史とかからなんか分かるんだみたいなことが知れるとですね、割と学校で習う勉強よりもまあリアルですし、それが面白くてどんどんハマってってるような感じですね。その子孫を残すっていうね、うん、知恵という意味でいくと、はい、予倍、はい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 、ある意味貴族たちの間でも、うんうん、予倍っていう文化があって、はい、それもなんかあれもそうですね、ちょっと教えていただいていいですか。 あれはなんか平安時代ぐらいだと思うんですけど、その当時、まあ、今でいうラブレターですね、うん、女の人が寝ているところにとか、まあ、ラブレターをこう差し込んで素敵な文を読むと、で、まあ、要するに今夜君のところに行くよっていう、で方法ってなって、それがモテる女の人だと 何枚も来るわけですね。でそれを全部受け入れるんですけど、当時電気もないので本当に真っ暗で、手紙書いた人が誰だかもわからないし、実際に夜来た人も誰だかわからない。で、まあ、実際その本人もその夜何人相手したかわかるけど、トータルで何人本当に相手にしたのかわからないんですよね。で結局そんなことしてると妊娠しますと、で妊娠して子供が生まれたら、なんとその女の人お父さん選べるんですよね。確かに、だって誰かわからないですもんね。そうです、はい、選べるっていうのは、はい、この歌読んだ人がお父さん、この人以外は来てないので僕ですっていう、じゃああなたお父さんっていうことで、その子を他のお父さんかもしれないけど、この夫婦の子供として育てていくっていう、だから生まれるっていうことが一番大事っていうことですね。だからまあお父さんの方もね、はい、ちょっともやもやはするけど、はいはい、信じるしかないですね。そうですね、はいはい、でやっぱりそのまあ素敵なラブレター、うん、本当当時の和歌とか見ると結構もう恋の歌ばっかですもんね。そうですね、はい、その素敵な和歌が読めるってことはイコールすごくこう博識で、うんうん、はい、まあ、仕事もできるしっていう学が高いってことにつながってくるから、うんうん、はいはい、将来にこう見込みのある男性っていうふうにつながってくるわけですよね。だからみんな当時なんかもう和歌会とか行って、はい、もういい歌作るためのこうね練習ばっかしてたみたいな、練習を本気でしてたんだと思いますよ。うん、はい、それもすごい文化っちゃ文化ですよね。そうなんですよ。なんか今ね、まあ、子孫を残すって話ですけども、やっぱりこうちょっと奔放だったんだなっていう、はいはいはい、なんかエピソードがあって、はい、まあ、僕その神社なんかも好きなんですけど、うんうん、ある神社ってその女の神様が祀られてます、はいはいはい、だからカップルで行くと神様が嫉妬しちゃって、うんうんうん、なんかこう振られちゃう、はいはい、別れちゃうみたいな、うんうん、なんかそのカップルで行くと良くないよっていう神様って、はい、なんかみんなもうっすら聞いたことあると思うんですけど、うんうん、これ江戸時代からあって、例えばそのやっぱね、農業で忙しい時期が終わるとこの村の男たちでちょっと家族のこと、うん、村のことのね安全を願って俺たちちょっとお参り行ってくるわ、うん、ありがとう行ってきてってなるんですよね。ただごめんこの神社って神様は女だからこれはな男だけでしか行けないんだよって言うんですけど、うん、それってほんとそんと全然なくって、うんうん、男だけで行ってあっちではめ外したいから、そういうことを広めたそういう噂を作った男たちがいたんです。なるほど。でもそれってなんか今考えたらもうなんかひどい話ですけど、はいはい、人間っぽいな、そうですね、昔から、あ面白いっていう、それ聞いたことあって、なんか有名な神社さんなんですけど、はいはい、神社の神職の方に聞いたら、いやその全然ないんですよ、はい、神職の方がおっしゃってるんですか、はい、でもそれは実はこういう流れがあって多分そういう噂が江戸時代から広まってる、未だに繋がってるって話なんだけど、本当ないですから。まあ女の人もうっすら分かってるんでしょうけどね。ごめんなさい、さっきの話予倍の話あったんですけど、はい、世界三大美女の一人小野小町が和歌に読んでるんですけど、はいはい、無馬玉の恋しき夜はなんとかのその夜の衣を返してぞ寝るっていう、うん、まあ、和歌が残ってるんですね、はいはい、どういうことかっていうと、すごくあなたのことが恋しい、はい、でそういう時に寝巻きを裏返しにして寝ると
思いが遂げられるみたいな和歌なんですよ。当時なんかそういう風習があったらしいんですよ、でこれが江戸時代にこうつながったら民主にも広まっていくんですけど、だから好きな人がいるときに寝巻きを裏返しにして寝ると好きな相手と思いが遂げられて両思いになれるっていうおまじないが あるんですよ、日本に、はいはいはい、でもなんかわかんないですけど昔呼ばれた文化ですよね、はい、なんか寝巻き裏返しにして寝ると思いが遂げられるってなんかつながってくるなと思って、なんかイエスの枕みたいな話です。裏返しの女の人のとこなら行ってもいい、 OK ですよみたいなサイン、はいはい、思い遂げられますよみたいな、はいはいはい、待ってますよ、でもわかんない、本当そうかもしれないですよね。あのジョージさん、ユタって知ってるって言われて、ユタって、まあ、まあ沖縄ではシャーマンとか、まあ占い師なのか、はい、まあそういうこう神秘的な存在で、彼女はユタになる道を選ばずユタ体質のまま普通に生活してる子なんですよ、はあ、で自分はそういう状態だから大した力はないんだけど人の心も読めるし、未来とかも分かったり分かんなかったりするっていう話をし始めたんですよ、はあ、